私はこの男山本店の5代目蔵元にあたります。大学在学中に東日本大震災が発生しまして、この建物も壊れてしまってっていう状況があったんですけれども、いろんな方に助けていただいて、そういった方に、私もこの気仙沼の町で蔵元として恩返しをしたいというか、何かをやっぱりこう返さなければいけないという気持ちになって、この蔵に戻ってくることを決めたという経緯があります。今ついている看板が瓦礫の中から見つかったというのが非常に大きく関わっておりまして、当社の社長がここで看板が見つかったということは、同じ場所でもう一回商売しろってこうご先祖さんなのか誰かに言われているような気がするなということで、なかったら多分建ててなかったかもしれないですね。この気仙沼町中フォト写真展という企画を一番初めに聞いて思ったのは、私たちのこの直営店というか、この建物をすごく活かせる良い企画だなっていうふうに感じたのが一番初めでした。この建物自体も国の有形登録文化財になっておりますので、非常にこう環境とマッチした面白い展示内容なんじゃないかなというふうに思います。今回の気仙沼町中フォト写真展を通じてですね、やはりいい街だな、素敵な街だなという思いの裏にはですね、日々そこで生活を送っている方々が醸し出す魅力なんかも写真の中に醸し出されているのではないかという思いもありまして、私も蔵元の6代目としてですね、お酒を通じて人に驚きや感動を与えられるように、飲み手の皆様に喜んでいただけるようなお酒を作っていきたいなという思いであります。私たち男山本店という蔵は、この港町の文化に育まれた酒蔵ということができる蔵です。なので、その特徴っていうのをこれからも最大限に生かしていきたいなというふうに考えてまして、気仙沼の港町文化に合った、例えば魚介のこの食材に合うお酒なんていうのはどんどん企画していきたいなというふうに思っています。気仙沼は震災後ですね、人口の流出も進んでおりますし、取れる魚種も異常気象等で年々こう変わって、皆さん大変な中ではあるんですけども、そんな時に当社のお酒飲んでこう元気が出たですとか、やっぱ美味しいものを食べると安心するですとか、そういったこう気持ちに寄り添えるようなですね、お酒を宮城はじめ世界の方に広めていけたらなという思いであります。